カレンさん、こんにちは。カレンシアトル。今日はですね、この勝率と使用率レポートが来たっていうことでこちらを見ていきたいなと思うんですけど、今日ですね、遅れて、このラインズマンカレンの性能紹介の動画が来ましたんで、あの、まあ、白ネコテニスのアプリからね、今すぐ必要って押してぜひ100ガチャポイントゲットしていただけたらなと思いますということで、まあ、今回は誰やったかなまあ、新しいオスクロールと、まあ、シエラとティナという感じになっていますので、まあ、特にその子たちに注目しながら見ていきたいなと思います。というわけで、まずはグラスコート、ドン。 はい。ま、使用率ナンバーワンはジンで、ま、あ34.6%で、勝率が52.4ということで、ま、あ普通に強いかなって感じですよね。ま、僕自身はこのジンに対してシエラを使って結構戦っていたので、ま、あ勝率下がっててもいいんかなと思ったけど、ま、あそんな下がってないね。で、続いて、ルカま、使用率が22.5%で、勝率は相変わらず47.4ということで、ま、あ低いですね。ま、あ雪コートやっとね、この子割と使うことができたんやけど、もう今のタワーからですね、雪コート終わりましたんで、ま、 続きちょっとまああのこの子使い道がなくなってきたんかなっていう感じはします続いてアイシャまあ処率が21.5%で処率が52.6%ということでまあこれは結構高くなってるよね最近マジで,でアイシャよく見るほんでまあこの子って毒で結構体力がからせるプラスまあ防御力がある程度高いでまああの重力ギミックがあるんですけどそこにねまあ入ってしまうと SS ゲージダメージを受けてなんなら SS ゲージでゼロまで行ってまう時もあるんですなので、まあ、最近も マジで、多くくてほんで普通に俺はめちゃくちゃゃ苦手でですねで続いて、エレノは、ま、あ勝率が20.7%。で、勝率が53.7%ということで、この子が今のところ勝率が一番高いのかな。ま、あ僕自身もこの子使ってて結構勝てているというか、ま、あグラスコートの、もうほんまに、ほとんどがこの子で俺は行ってるから、ま、あこんだけの勝率もうなずけるんやけど、ま、あ56%には行っていない。続いて、ま、あサンタルチア。ま、あこの子1回カ起き来たんやけどね、ま、あ勝率が19.2%。あ、20%もう終わっちゃいましたね。で、まあ、勝率が53.5%。 ま、あこの子がエルノアについて勝率が高い。続いてシエラが使用率17.9%。で、勝率、あ、高い !54.9! 一番高いんすかはい、えー、まあ一応この子、まあマジ防御力高すぎるから。<laughs> 負けることないんよね。このルカのね、ハイジャンプ、ハイジャンプのドロースマッシュあるじゃないですか。アンナンとか普通のキャラやったら取られへんねんけど、シエラはドラゴンも横におるから絶対取れるし、まあジンの玉ももう、まあタイミングさえ合わせれば取れると。ただ攻撃力がもう絶望的に乏しい。まあそこが 大問題ではあるんやけどまあ、粘り合いがそんなに苦痛でない方は、この子使うと、今の段階ではグラスコート結構強くいけるんじゃないかなと思います。まあ、シエラのあのね、まあ、めちゃくちゃ早いロブショット、まあ、課金ラケットとかもそうなんですけど、あれの取り方についてですね、サブチャンネルの方で前解説しましたんで、あんま取れないっていう方は、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。続いて、リューテッド、勝率が12.2%で、勝率が51.1ということで、まあ、この子も最近ね、ちょっとずつ増えてきてはいるんですけど、まあまあまあ、まあ、割と、 下の方で、はあるのかなで赤髪の冒険家の MVP バージョンが50%で、カスミも50%、カスミもなんかたまーに見えるよね。で、まぁ、あ、ティナアナゼ、アナゼもたまに来たら、俺は偉いことになるんで、<laughs> まぁ、あ、あのー、何て言うか、アレス持たしたアナゼでね、体力3体とも、まあ、激辛しされたりはするんで、まぁ、あ、僕は結構ね、まぁ、あ、来たら苦手ではあるんですけど、まぁ、あ、そのために MVP 赤髪の冒険家とかも仲間にいるとね、まぁ、あ、あのー、スタミナの概念が存在しないんで、結構便利やでんけどな。っていうか、まぁ、あ、それで 言うと、エレノアとかもね、一応なんか、体力なくなったら次のポイントの時に体力もほぼマックスまで回復するっていう性能もあったりはするんやけど、まあ、正直2打球ぐらいでアナずに枯らされるんで、あの、どうせそ、そこの、 ポイント失点するんですよね。なのでやっぱ強いってなる。で、ま、チェーは割とエレナアに対して戦うことができて、まあシンエルか 50.、新エレエーに5 0て戦うとができが地味と高めまに、あ、この子はジンの対策として使うことができるから、まあ、使ってる人がある程度でって勝率ま、高いみたいな感じかな。続いてハードコート、ドン。はい、ナンバーワンは真冬、勝率が36.6%で勝率が51.2%ということで、まあ、普通に強いよね。まあ、この子初手から使うことができて、まあ、ガルガに対しても対応することができると。ただま、ガルガに関しては今回対策されたんで、 まあまあ、そんなに真冬を絶対使わなければならない環境ってわけではない気はするんやけど、やっぱりまあ初手優秀。でまあ、それからも結構強いとは思いますので。まあ、この子はこれからも割と使われてはいくのかな。で、続いてエクセリア。まあ使用、勝率が23.9%。で、勝率が50.4%ということで、まあ、あんまり高くはないけれども、まあ、後々バきそうな感じは若干するよね。で、続いてエクセリア。勝率が20%の勝率49.0%。まあ、この子、あ、僕この段階で結構勝率、使用率高かったんや。 なんか今回のね、あの彼犬じゃないですか。まあ、あの頃ファフナーってアシストギミックじゃないですか。で、このエクセリアってアシスト向こうにすることができて、まあ、だいぶ返球して防御するみたいな感じでね、まあ、対策することもできたりしますんで、まあ、これからこの子の使用率どんどん上がっていくんかなと思います。一応もう一人対策キャラ機能紹介してますんで、よかったらこの動画見てください。続いて、春、使用率が19.3%の使用率が53.1ということで、この子強いよね。まあ、あのガルガで言ってても、正直ま、エリアが広かったらある程度対策できるんですよ。このマフ とととかかあとピークとかもそういうい感じやねんけどこの春も割とエリアが広くてずっと耐えて、まあガルガルの体力がなくなったら、まの、あ、とどめを刺すとか、こたつの中にこう、球を忍ばせて、得点するとかね。まあそんな感じで結構得点することができたりするんで、まあ割と勝率は高いと。続いて、緑のが五が53.1。まあこの子も普通に強い。で、まあ MVP ガルガがやっと勝率56.7%、ただ、使用率は20%切っていますと。ただ、まあ今回のカレン対策されたから、もう結構下がるんじゃないかなって感じやね。で、まあ続いてるナ ががの勝率がまあこの子はまあそんなにかな。でミュウエ高勝っ <laughs> 勝率58.5万の。はえー、なんでやろう ま、ガルガ対面も勝てんことはないけど、ま、正直ガルガの方がま有利でし、やったやろあのエンブレム使うと。で、緑の大対面は割と互角ぐらいで戦えるか。え、マジ誰よ <laughs> 俺も一応入れてんでいいけどさ、いまいち使い時が分かれへんねんな。ちょっとよかったら、誰に対して使ってるのか教えてください。で、まあ、キアラが48.8。で、ピークが54。結構高め。で、ティナが49.8%しかない。へへへ。 使用率も10%切っている。これは、情報修正あってもいいんじゃないで、まあ、セレナ50.5、ルチア。この幻想ルチアも最近ちょっと株価上がってきてるよね。レベルなカレンという感じか。続いて、クレイコート第1位、マール。はいー、マジ <laughs> 使用率37.2%の使用率が55.5%ということで56、56%は超えていない。ただ、この子はもう顔修正決まったのかなま、あいつ実施されるかどうかは下に書いているような気がするんやけど。まあ、やっぱ強いよね、この子ね。で、続いて、オスクロールが使用率23.2%。 1%ででで勝率が49.3とといいううことで低いね俺こ低ねのののの子のガチャかかかどうか悩んでんるに50%割ってんのかなるほどね。ちょっともうちょい悩もうから。で、続いて、ソフィーが勝率22.6%で、勝率が57%ということで、あ、この子が補修生やね。え、今まで決まってたっけどうか忘れたけど、まあクレイコートってこのマールソフィーの組み合わせが結構強かったりするんでね。まあこの子たちの勝率が上がっていると。で、ネロも最近見るんやけど、勝率は47%で、月見が5 0 僕のクレーコートの主軸ですね。まあ、月見と対決ルカだけ、まあ、使っている感じかな。対決ルカはまあ根性でですね、このソフィー・オスクロール・マール、あの、僕は勝つことができる可能性結構高かったりするんで、あの、もし、まあ,あの、使いこなせるぞっていう方は使ってみてください。まあ、あの、正直、ソフィーとかオスクロールはちょいしんどい時はあるけど、マールは結構ほぼ角で勝てるんで、僕はおすすめです。で、えっと、どこまで読んだかな。あ正月見合いが50.1%。まあ、この子、月見の対策として使っている人が割とおるかな。でも、色めろが最近また多く でサテラが54もうこの子ずっと強い。もう消える球ネット前に落としてそこから返球した球をサテライトの球でバーンって打ってもう得点するっていう黄金の決め方がありますんでね。まあそれでまあ勝率をどんどん上げていってるんかなって感じやね。でまあジンエン・ワイスはまあマールがいるからスペシャル封印されて勝率は47.7でエルノアが55.2。まあこの子マールの対策として使えるプラスオスクロルの対策にもなるんやったかな。なのでまあ結構勝率も高いみたいな感じ。でも、まあ、ティナ51.5シャル5。 50.5あとは低めですね。ルカ低 <laughs> もっと頑張ってくれみんなもっと勝てるよこれ !46.9% しかないけどまあまあまあ。はい続いてダブルスダブルスはリルテッドが51.5でジーン47.4他は結構低めやけどエレンはダブルスで高いねまあ強制解除があるからってことなのかなでハードコートに関してはアーモンドピーク53.1ありのハルも56%あってミサ坂美湖と白井ロコペアも結構勝率高めやけど顔修正はない。続 でクレーコートサテラギリギリ手術19.9%で勝率が56.1ということでギリ下方は免れてるという数字になっておりますラインズマンサクラ57%もあるんやでアルベイドが68%でフェネッカ56という感じになっておりますということで運営サーの見解を聞きに行きましょうはい第171回タワーの勝率レポートを報告いたしますとまあ今回使用率20%以上かつ勝率56%以上を上回るキャラとして まあ、ソフィーが該当いたしました。なので、過保修正いたしますと。はいはいはい。過保修正の内容とかに関しては、まあ、折ってお知らせいたしますと。で、まあ、マールと、ダブルスのリルテッと、あと、まあ、正月のね、まあ、これ、サテラの過保修正についても、追ってお知らせいたします。遅いってよし <laughs> <laughs> いつも1ヶ月スパンやから、もうその子たちの環境終わってるっちゅうねんな。ほんま、普通にこの子たち持ってるいいとか、顔チケットもらって、ウハウハなってるだけな気がするんやけど。まあ、とりあえず、まあ、過保はまだ決まってないけど、今回に関 はこのシングルスロゾフィーの制度が稼働されるみたいです。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。